みんなでコラー始まりました。ということで今回の視聴者様からのご依頼はこちら。ターボくんとシンリくんの初恋の相手に会いに行く動画を撮ってください。よろしくお願いします。僕はね高知県じゃないですか。その初恋の相手っていうのは、まあ、高校の時の先輩なんよね。初恋の相手の連絡先も知らんし誰も繋がってないし、まあちょっとごめんなさい。今回は僕はスルーで、すいません。今回はシンリ君にやってもらおうと思います。初恋の相手。初恋の相手です。初恋か、覚えてる？いや覚えてんで。それ初恋の相手は覚えてるもちろん。いつ頃なん？ちなみに小学校の4年生、うん、4年生4年。へえ、めっちゃ前やな。それちなみに好きになったきっかけっていうのは？プールの時間に、体見て、体見てスタイルいいなと思って。小4で？それは結構長い間好きやった？結構長かった。へえ。もちろん思いは伝えたんですかね、1回ぐらいは。いや思いも、それも、バレンタインの日に、チョコもらわれへんかったんやけど。もらわれへんかったん？もらわれへんかった。もらわれへんかったんやけど、ホワイトデーで、俺思い伝えようと思って。おお、逆に。でチョコをまあスーパーでお母さんが買い物してる時に、チョコちょピッて入れて、でチョコ買って、その時お金ないから。あげる用のチョコを。そう、買って、ほんで、手紙書いて。さすがに直接渡すのは俺も勇気なかったから。うわぁ、小心者やな。ほんで、家行って、ポストに入れて。一応渡した。ほぉー。それはほなら、なんか返事は来たん？いや、まあ俺も、なんか返事来るんかなと思ったら、ようよう考えたら俺、名前書く忘れて、手紙に。だからほんまに一方的に、ただでも、多分分かってると思う。相手は？でも小学生やから、なんかちょっとこう、恥ずかしいやん。そうやな、確かに。だから多分字とか見てたら、多分まあ俺やろなっていうのは分かると思うんだけど。多分向こうも恥ずかしいから。言ってきてない。言ってきてない。中学は一緒にほんの上がったってこと？中学は一応一緒に上がった。3年間一緒やった。3年間ずっと。でも、仲良すぎて、なんかその、逆にこう伝えられへんっていうか、あるやん。ああ、ある。それはある。多分お互い、その、仲良すぎて、なんかこう伝えられへんみたいな。ああ、お互い言わんけど両思いみたいな。みたいな感じではおった。中学校の時はもう俺また別の子好きやったんや。ああ、そういうことか。小学校の間はずっと、まぁ、ちょっと名前言っていいか分からんけど、まぁ、ずっとその、美穂って子やったけど、ずっと美穂。バンカ見てたな。うわまずは、美穂ちゃんの連絡先を別の友達から探る容疑者。行けました。行けた。行けた。お、結構早いんじゃん。やっぱ早い。地元やん、さすがに。うわぁ。ちょ待って、ほんまに緊張するわ。結婚してるん、ちなみに。いや、分からへん、そういうの。これ、絶対会う約束だろ。オッケー。とりあえず連絡先は分かったんで、あとは会う段取りして。そうやね。失敗したらボツやな、これはもう。失敗したらボツだけど。会ってくれたらオッケーっていう感じで。オッケーです。やっていきたいと思います。はい。おはようございます。おはよう。珍しい。もう回してるし。カミソリなんか普段せえへんのに気合入ってるやん。気合入ってる。もうしっかり朝シャンプーしてシャワーも浴びて、シャワー2日に1回ぐらいしかない。なんでやねん。気合入ってんな。え、なになに、ワックスまでつけんの？ちょっと待って待って。帽子やろ今日も。いつも俺セットなんかせえへんや。もう半年ぐらいしてないんじゃん。してるよ。もしかしたらさ、これでさ、なんか始まるかもしれないよ。あ、恋愛が始まっちゃう可能性ある？ワンチャンだ。確かにな、15年前やもんな。それはないか。いや、分からんで。ちょっと期待してるやん。でも顔が。いや、全然期待はしないよ。うん、落ち着いてていいけどな。なんか黒とかの方がいいんかな。ああ、大人な感じってこと？なんかこうジャージとか。ああ、あえてね。あえてなんかこう、あんま別に俺もそんな意識してるわけじゃないから、なんかこうそれぐらい全然意識なんかしてないよみたいな感じで。意識だらけやけど、とりあえず全然意識してないんだ。ああ、ちゃうの。
いやでもマジでちょっと思ってるより俺めっちゃ緊張してるんだよ。いやな、何回もトイレ行ってたもんな。ほんまちょっと吐きそう弱すぎるやろ。いやめっちゃ緊張してきたマジ。いやこんな緊張しなかったんけどな。楽しみにしとったよ。なんかもう自意識過剰やね。向こうもお前のこと好きちゃうねん。別にフラットな気持ちで会いに行ってんのになんでお前だけそんな考え込んでんねん。気持ち悪い。もうだからそんないらん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 。お前のインサートとかいらんから。もうそんないらんねん。もう撮るなよ腹立つ。わー懐かしい。懐かしい。これここでこうみんなさ、こう学校さ、小学校も近いんだ。うん、小学校近くやから、学校帰りとかにここでこうみんなが遊んだりね。ほんでみほとかとさ、うん、鬼ごっことかかくれんぼとかここでめっちゃしてるんだ、この公園で。お前だけやろ鬼ごっこしたとかなんやらかんやら覚えてんの。小学校5年生の時に30歳にもなって、30歳にもなってお前そんな小学校5年生の時になんか覚えてんのお前ぐらいやぞ。あえてそんな覚えてないって。こんなとこで鬼ごっこしたとか。あ、久々。お疲れ。めっちゃ久々やん。久しぶりやな。やばなあ。何年ぶりやなあ。いつぶり、いつぶり。え、もうだちょっと緊張して、ちょっと俺あんま喋られへんね今。え、でも全然変わってないな。ほんまに全然変わってない。俺変わった。心理もそんな変わってない。変わってない。うん、なんかちょっとごめんな、めっちゃ緊張してるから。もう何喋っていいかマジで分からへんねん。久々すぎて。うんうんうん。あの俺がその YouTube やってたの知ってた？あ、知ってた。あ、マジで、うん、え、めっちゃ嬉しい、うん、え、じゃあ動画とか結構見てくれてた？動画とかは見てない。あ、動画見てない、うん、あ、そうなの。初めなんか どんな、うん、どう思った？でもシンディなんか小学生の頃から面白かったから、うん、なんか合ってるなって思った。ほんま？うん、マジで？ほんまに思ってる？思ってる。なんか内容とか聞いてないねんけど、うん、その今回の企画、うん、みたいな、なんで呼ばれたん？今回の企画？うん、今回の、うん、ちょっと恥ずかしいねんけどさ、うん、その視聴者さんから、うん、その、まあ、一応依頼もらって、うん、俺の初恋の相手を、うん、なんか探せみたいな感じで、うん、で恥ずかしいっていうか美穂やね、うん、そうなん。めっちゃ恥ずかしいわ。え、てか気づいてなかった？うん、全く気づかんかった。マジで？うん、てかどのタイミングでそうなったん？どのタイミング、うん、俺が好きになったやんな、うん、プールの時間に、うんうん、まあ、体見て結構席近かったやん、近い時多かったやん、うんうん、それで、うん、多分美穂覚えてると思うけどさ、うん、消しゴムなかって、うん、どうやって消そうみたいな感じでちょっと困ってる時に、うん、なんか美穂が半分消しゴム折ってくれた。くれた。くれて。え、覚えてない。うん、覚えてない。マジで覚えてない。そんなことをいつまでたっても覚えてる方が気持ち悪いわ。それで半分くれて、なんかしかも大きい方くれてやん、うん、めっちゃ優しいって思って、もうそっからもうずっと好きやった。え、そうなぁ。マジでびっくりやわ。めっちゃそうやな。うん、てかさ、この公園めっちゃ懐かしいな、うん、懐かしい。やばない。覚えてる。うん、めっちゃ遊んでた。ここでめっちゃ遊んだよな、うん、手押し相撲めっちゃやった覚えてる。これな、これこれな、覚えてる。覚えてる。あれめっちゃやってたよな。久々にちょっと手押し相撲せえへん。久々にちょっとやる。スタート。懐かしいよ。懐かしいな。またなんかせっかくこうやって会ったし、うん、まあ、もし美穂がいいんやったら、うん、なんかまた後日2人でご飯行きたいなって。うんうんうん。ああ、うん、みんなで。
いや、みんなでっていうより一回二人でご飯とか行きたいなと思って、二、うん、人二人で二人、うん、あごめん、二人は、うん、結婚しとって。あ、結婚しろ。そう。あ、そうだ。そう、二人はあれやねんな、みんなでやったらいけんねんけど、二人は難しいねんな。結婚してたよ。うん。あ、そうだ。そうやね。そうやね。おめでとう。知らんかったよ。え、そら、なんなんな。おめでとう。え、ありがとう。あ、そうな、うん、あ、でも、そう。なんか、嬉しい、嬉しい、普通に。ほんまに、ほんまに。ありがとう。全然、そういう、そういう全然下心とかなく、普通に二人でご飯行こうかなと思ったから。うん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 、もしかしたら、これでさ、なんか、始まるかもしれない。そうか、OK。じゃあ今日は、すごい、ほんまにありがとうございました。うん、ありがとう、こちらこそ。またお、も、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました、皆さん。今日はマジでありがとう。めっちゃ懐かしかったな、うん、マジで。なんか昔をちょっと思い出した。びっくりしました、やっぱり心理が好きやったっていうのは。うん、めっちゃびっくりした。思ってなかったから、感じてなかったから、感じてなかった、うん、俺だからもともと知ってくれてるんかなぐらいと思ったから、うんうん、あー、お互い言わんけど両思いみたいな、みたいな感じでは思った。ホワイトデーのはやっぱ知ってた。ホワイトデーの言わずに、言わずに、言ってない、言ってない、言わずに。え、まさかの。え、ホワイトデーのチョコを、え、みほちゃんもらってるはずなんですけど、小学校の時にポストになんかチョコレートと手紙、あーあ、なんかあったでしょ、うん、え、あれ俺、え、ちなみに気づいてた。え、気づかんかった。名前書いてんかったよ、だって名前書いてなかった。あ、そうやったっけ。もう覚えてないんです。え、ちなみにそのチョコはちゃんと食べたんですか。チョコは食べてない。食べてないんや。食べてない。なんでやっぱり名前書いてんかったし。え、なんかお母さんが、うん、危ないから言ってた。あ、大正解大正解。変質者の一人やから、これ。そうか、うん、手紙は残してくれた。手紙が一緒に捨てられてる。手紙まで捨てられてる。